僕はオーストラリアのブラッド・バリー、人呼んで世界で一番運の強い男。進出になります。先頭オーストラリアのブラッドバリー。あの時はトップに立って逃げ切ろうと思っていた。そしたら最後にバテた。それでみんなに置いていかれたんだ。先頭アメリカの王の2位にカナダのガニョン。2位でフィニッシュしたカナダのガニョンが失格。オーストラリアのブラッドバリーが準決勝進出を果たしたことになります。最後方からついています。残り一周になった。そして韓国のキム・ドンソン転倒。日本寺尾さん、あっとカナダの転倒。みんな見てくれたかい。次も注目してくれよ。今大会のショートトラック男子最初のメダルを争う決勝です。オーストラリアのブラッドバリーが少し遅れる展開。あっという間に離された。実は体が痛くてとてもじゃないけどあんなペースにはついていけなかった。中国のリーカーが追ってくる。そして韓国のアイヒョンが追ってきた。そしてアメリカの王の王と転倒した。混戦の中トップでフィニッシュはオーストラリアのブラッドバリー。勝利の女神っているんだ。全く信じられない。金メダルが取れるなんて夢にも思わなかった。残り1周になった。先頭はアメリカの王の金メダルに向かう。中国のリー・カグン追ってくる。そして韓国のアイ・ヒョンスも追ってきた。そしてアメリカの王の王と転倒した。混戦の中トップでフィニッシュはオーストラリアのブラッドバリー。そして王のは膝をついてフィニッシュラインを過ぎている。オーストラリアのブラッドバリーがトップでフィニッシュ。